今月前は6月だわ。この間、すでに日本に行ってほしいんだ。フラン、日本に来てどこに行きたいの？大阪に行くかもしれない。え？ゴールデンウィーク日から一緒に行かせたんだよ、大丈夫なの？他の場所は？神戸かしら？神戸ではいろいろな食べ物がたくさんあるし、ショッピングがあるし、それに誰かに好きな三宮に訪れたんから。そうなのか？今回はちょっと待て、古代場所を選ぶんじゃないの？じゃ、京都に行った方がいいわね。最高の古代場所な京都であるので、もちろん、京都なら、一番有名なお寺と神社であるでしょう？そっかー。じゃあ、2日から出発なんだわね。日本に着いたら、3日までだね。そうね、ツアーと一緒に行ってほしいかと思うでしょう。よくツアーと一旦の配布分の日は自由に遊ぶかもしれないかしら。なんで？実は自由に旅行してみたいので、いっぱいに遊びに行きたいようだ。ツアーと言ったつもり、でも行くわけにはいかないわ。もう早く寝ろ。いいね。どこかカウンターチェックインをチェックするか知っている？ F かしら。F なら、かなり遠いかな。今何時かしら？午後9時半だわ。午前までに出発するかしら。そうね、時間がたくさん残るのなら、3時間に待ってくるよ。待っている間に、食べ物を食べてほしいんだ。いいよ、日本に遊ぶのなら、どこか買い物するとき、お金を構わないわ。なんで？確かに、買い物するとき、クレジットカードは必要するしかないわ。そっか、すごいわね。財布の中で多いお金を持ってくれば、ちょっとヤバいなんだろう。そうかもしれないかしら。今から他の人が並んでいるかしら。さっそとチェックインしよう。関西国際空港で。やったー？ついでに関西国際空港に着いたんだわ。まずー？京都に入る前に？どうやって乗るの？電車に乗ってほしい。そうねー。あー、バスに乗れない？バスはちょっと待て。バスに乗ると、幾分の道は交通渋滞で転んでしまるかな。そっかー。残念だね。タクシーは？タクシーは値段が高いので、今回は乗りたくないから。それは大変だねー。これから？電車に乗るでしょう。電車の乗るのなら、便利だし、早いだし、それにいい時間がかかるよ。じゃあ、そうしよう。芦屋に住んでいる人は？やっほー、これから京都に遊びに行くんだぜ。もちろん、誰かに古代場所を訪れるのが好きなので、いつか行きたいんでしょう。そうね、この出発は9時からレッツゴーなんだぜ。今朝朝食をまだ食べていないよ。どうして？ゆうこ。今朝から冷めたつもり、時間がないので、何でも食べられなかった。それは大変だわね。ゆうか？何？セブンイレブンの横にお菓子を買ってもいいよ。そうなのか？いいよ。さっそと買ってくるよ。今から8時50分だな。今回は休日だわね。ちなみに、休日なら、幾分の人は暇な遊ぶかもしれない。京都のなら、一番有名な古代場所なんだわ。例えば？清水寺と八坂神社である。清水寺とは約1200年の歴史を誇り、世界遺産にも認定された由緒正しい寺院。他には、清水寺への表通で代表的な坂道一年坂二年坂三年坂実際に行ってよかったおすすめ食べ歩きグルメ8選をレビュー付きでご紹介。話が美しい。食べ物は？アイスソフトを食べてみたいので、美味しい味感じだな。そうね、でもさ、みたらし団子を食べたことがない。食べてみてね。いい味感じなようだ。柔らかいなのか？本当に柔らかいし、甘いし。お待たせ。ああ？残り時間はさっそと乗ろう。いつまで2時間ことか？遅いわね。
そう、9時15分かもしれないかしら。あらー、電車が着いたわ。京都駅まで着いたら、10時以下かどうかと思うでしょう。快速電車なら、50時以下くらいかかるかしら。休日なら、人々が休むので、場所を旅行してほしいみたいだ。京都では、場所が賑やかのようなんだわ。窓側席を座ってほしいぞ。私だー。大勢な人みたいだね。さっそと乗ろう。あれー、水風電車なんだわ。そう、第36回九州を周遊する JR 九州の豪華寝台列車七つ星in九州だわ。神風高級電車なら、いつか乗ってほしい。高い値段はね。新幹線駅は横の駅に向かうかな。まず、どうやって乗りますか。そうねー、助けてな。え、タクシーじゃないの。うるせーよー、バスしか乗らないわ。かなり遠くなってついでに京都駅に着いたぜ。そうすれば、人々が大勢なんだよ。206番号しか乗るべきなので、清水寺駅まで到着するわ。バスの中でまだ大勢だし、大変だし。20分しか出発しないので、ちょっと気をつけなさい。渡している橋は鴨川と呼ばれるだぜ。一番長い川なんだわ。静かに町であるし、賑やかな場所と言えるでしょう。ついでに三年坂に着いたぜ。食べ物屋さんが美味しそうね。夏なら、かき氷しか買わないわ。味を知ったら、冷えすぎるようだわ。高級コップがあれば、高いので、買いたくないわ。お土産を買うのなら、おすすめはお菓子を買ってほしいぜ。いい感じすれば、たとえ高級お土産を買っても、お金を足りないかわからないわ。あら、霊夢を教えたアイスソフト屋さんがあるでしょ。確かに絶対に美味しそう。いろいろなアイスソフトもあるのね。ついでに清水寺の前に着いたぜ。入る前にちょっと時間が多いので写真も撮ってもいいかない。立場まで待ってくるよ。お昼ならおすすめはここで食べてお土産を買いたいわね。梅山通りと呼ばれるわ。その中で大勢だな。1、2、3、 OK。 赤いものは戦争時に比べて大きくて美しいぜ。奈良末期778年に宗信守が開山し、平安遷都間もない延暦17年798年坂の上の田村などが仏殿を建立したと伝える最高の古代はね。わあ、
素晴らしい雰囲気だわね。あ、フランコレミリアじゃないの？どれどれ？裏の双子なんだぜ。そうなのか？お待たせ。今回は京都に旅行するだけだ。二人が迷ってしまったので、一緒に案内しよう。はいはい、こちらこそ、お世話になっております。三重の塔は戦争時に大ね。1987年昭和62年の解体修理によって桃山様式の極彩色が復元されたわ。わあ、景色が素晴らしい。はっきりに山が見えるかな。今日はいい天気だよ。本堂を入る前に、200円しか払わないで。みんなお支払うべきだぜ。お金を足りないか怖くないか。何か文句しているか知らない？お金ことを話すと、お金を足りないとき、大変なものが起こるでしょう。すみませんでしたー。わあ、景色が素晴らしい。着いたら、写真を撮りたい。チーズ？チーズ？いい感じだね。おみくじを買ってくれない？そうね、買ってみよう。安いものだけだ。私も買ってほしい。清水寺の寺名の由来となった清水の脇田したき。かっこいい、美味しそうね。嫌だ嫌だ、大丈夫よ、二人は食べてみるね。わー、素晴らしい木だね。木が見れば、秋季節より素晴らしいな。あー、小さい重宝だね。でも、何のものかどうか教えてない。あら、中学生がたくさんいるね。ずいぶん賑やかな場所にはどんなに素晴らしい場所かな。オッケー、このレストランに違いない。昼食の間。あ、今日はお弁当セット。美味しそうね。いただきます。うまい。でも、この味は薄すぎるぞ。美味しいものは天ぷらだけだ。関西定食は量が珍しいものね。これを買ってくれない？金閣寺冬の絵を選ぶぞ。あんなものがどんなに高いなのか？私が欲しい、大福だけだ。おお、大きな丸だね。私が買って。美味しそうね。これ、ハンカチじゃないの？かわいそう。私が買いたい。もう一杯、清水寺の絵が欲しいぜ。私も欲しいわ。ねねねねねねね、柔らかいぞ。買ったものは430円だけだ。だね、この場所は三年坂じゃない？ここでは二年坂だわね。ちなみに二年坂は和風雑貨やお菓子などの土産物やから、甘みどころや食事どころまでいろいろな店が並んで、ついつい寄り道をしてしまうエリアだわ。やっぱりみたらし団子がとても柔らかいぜ。実は安い値段だし、200円以下なんだね。ついでに八坂神社に着いたわね。ちなみに八坂神社とは656年に建てられた。古すぎたぜ。通っている門は南楼門だな。八坂神社何がすごい？八坂神社は祇園さんと呼ばれ、各種お守りや油取り紙などが人気を博しているね。あそこは神社の舞台でしょう。
綺麗な神社だね。上手者なんだぜ。まず、右手でひしゃくに清水を汲み、左手を清める。私、洗ってみるわ。八坂神社のお祭りの名前は？祇園祭りは、1100年の伝統を有する八坂神社の祭礼。祇園社より神仙苑に神輿を送って、最悪の助教を祈ったことに始まるわ。祭りを見たいわねー。チャイムを押すでしょ？本殿なら、神のための建物、拝殿は人間のための建物と言い換えることもできる。押してみたいかな。押すと、運のことになるように、仕事になるし、それに教育についてなるわよ。これは信頼だよ。3回しか押さないよ。この神社には随分神聖な場所だね。次は花見小路に出発するよ。北は三条通り、南は建仁寺を結ぶ薬市雲の道で、工事の両側には寺社仏閣や伝統芸能に親しめるスポットなども立ち並んでいる。四条通りの南側、お茶屋が並ぶ祇園のエリアでは電線が埋め立てられ、昔ながらの京都の雰囲気を彷彿とさせる景色を楽しむことも可能だよ。もちろんさ。ところで、花見小路とは写真禁止を取りずに散歩するよ。そうなのか。残念。四条大橋は1142年と言われていて、河原町から祇園に向かう道中の鴨川に架かる橋だ。現在の橋は1935年に発生した洪水による被害を受けて1942年に完成した京都60ゴム、福井 25.07 を入れた橋である。川の中に3つの橋脚を持つ。最後、三の宮に帰ろうかしら。二人は他の場所に行くんだい？二人は京都に一泊しか泊まらないわ。明日は金閣寺と龍安寺に訪れるかもしれない。そうなのか？じゃ、お気をつけてね。心配にしないで。私たちがオッケーだよ。タイに帰国する予定はいつまで？5日まで帰国するわ。残念ね。二人に寂しいわ。迷う場所を起こると、マリサと連絡されるよ。いいよ。じゃあ、行ってくる。サラダバー。三宮まで1時間以下かかるだけだ。でも、乗り換える場所は重曹駅だわ。阪急なら、乗り換え場所があるなのか？もちろーん。関西しかないわね。受動になれるんじゃない？めんどくさいなぁ。重曹駅にほとんどついているかな。でも、なぜ阪急電車がだんだん遅いだい？大勢な人々に対して、休日の夕方なら、忙しい人がいる。オーマイゴー。おしゃべる時間がないので、少し寝るかしらー。三宮駅に帰る人は1。急げー。三宮駅に着いた。お
お腹が空いちゃった。ああ、大阪から一蘭ラーメンもある。食べよう。20分待ったのを疲れちゃった。注文したラーメンは980円。食べよう。味がすごいわね。もちろん。オッケー。次回の旅行は楽しみになるように。